やあ、みんな、元気かい？せつなけいすけだよ。今回はこのゲーム、まあ、モゲランっていう無料ゲームのサイトにあった、ゴッドフィールドってゲームやっていきたいと思いますよ。よろしくね。このゴッドフィールドって言ったらね、一言で言えば、神の殴り合い、スコリ合い、ボコリ合いだと思ってくれれば、99% 当てるんじゃないかな。まあ、こういうゲームやっていくよ。予言者名、刹那圭介で6位ね。今回はね、まあ、このゲームってプレイヤー同士でも対戦できるんやけど、今回はコンピューターと戦っていきたいと思うね。というわけで、この4人対個人戦対コンピューター、いきたいと思うよね。対戦相手は、シンドバッド、一寸法師、あと、かぐや姫。童謡とかそういう系のやつやね。シンドバッドって前から気になったけど、シンドバッドいきなりそんなんやってくるんや。お前そういうやつやったんや。ええげつな、お前。まあ、防げるけど。これって、冥界属性って言って、この冥界属性がついてる攻撃が1ダメージでも通ればね、その食らった人は HP 全部消えて、昇電、死にます。そういうわけです。それに対して俺の方はどうな？攻力2の武器しかない。栄光付きの防げんや、天属性のやつもあるけどさ。お前、さっきはようやってくれたな。恐ろしいもん、恋しやがって。今度はこっちの番や、ほら。イエス！さあ、栄光。栄光って何やっけ？防御の時に、これ、いくつか一遍に使えるんやけど、それが一個ずつしか使えんようになるってやつね。今、カードゼットがあったけど、それは、まあ、一旦、1ダメージずつ食らっていくっていうやつね。行動したら。シンドバッドザマー、風やって。ええー、ザマー。よし。俺のターン。ザマーとか言う。あ、鋼のナックルとかそこそこ強いやつ来たし。よっしゃ、よっしゃ、行くぜ。これはいいぞ。鋼のナックル。トイス。シンドバッド。骨髄ってやつでシンドバッドよ。シンドバッドってなんだろうね。マギーにでシンドバッドっていうキャラクター出てくるけど、それ以外で、シンドバッドって名前聞いたことない。シンドバッド、どんどん風にやられてやんの。神の名前だったと思うんやけどな、シンドバッドって。なんとなく神の名前だってな気がするんやけど。神が風をこじらせるとかっこ悪いぜ。へっへ、ざま。動画が2つもある。とりあえず HP 回復、ハートの雫。上限、さらに超えます。かぐや姫、えげつないもん使ってんじゃねえか。暴れ触れるとかいう、なんか、ごついやばそうなんが。ドンキじゃないか俺のターン。まだまだ攻撃用のアイテムがそんなに揃ってないっていうね。錆びた剣が3つもあるシンドバッド行け。いやー、シンドバッド防御の陣形持てないんか。2ぐらい防いでくると思ってないけど、それでもないんじゃ。お？あ、風も消しやがった。栄光も消えた。あー、お前何しょん？そう、やってきやがってよ。かぐや姫 MP 増やし始めた。HP めっちゃあるもんな、こいつ。俺もそうしようかな、なんて考えたり。ジャスティスランス！こいつ、シンドバッドリークローステで追い込んでやろうか。えげつないだろ、俺。そう言える人さ。行くぜ。おい！イエス！追い込め追い込め。シンドバッドをみんなで追い込もうぜ。ほら、一寸法師も。攻撃したよ、シンドバッドに。シンドバッドをどんどん追い込んでやろうぜ。みんなで。シンドバッドの反撃。弱いぜ。苦し紛れだな。だいたい銀のコンボとかそこそこ強そうなやつがこんな攻撃力いいしぞ。どういう時代やねん。これは普通に守れるけど、神器の温存のためにあえてスルーしとこう。一寸法師は回復、MP アップやね。あ、これやって何これ銅のコンボ。こんなちょっと、殴られた痛そうなのに、攻撃力1なんやぞ。見た目と攻撃力のさあ。てか、こんなえげつないもんなんで、かぐや姫が振り回してくるんや。するね。かぐや姫、また連続攻撃。MP 回復してきました。ここで俺は、シンドバッドをもう一回錆びた剣で、切り裂きにかかる。錆びた剣って切り裂けるんか？おう、一寸法師も。
俺に乗ってテーマの剣シンドバッド昇天、魔物だったらしいね、シンドバッド、テーマの剣で死んだとか。そしてこれでまあいい感じで、とりあえず今はハードの雫で回復 HP 回復っつうか、俺ほとんどダメージ食らってんじゃない状態やよな。一寸法師が MP 増やし始めた。かぐや姫はちょっと HP 回復に専念。おお、一寸法師がえらい取引をえらい取引持ちかけてきやがったぞ。死神の鎌とかそういう取引に使ってあかんぞお前。そんなえげつない商品売ってくなやお前。買うけどさ、てか買わないかんけどさ、お金全部取られた。お金欲しいな。両替でお金も増やしとこうか。よし、じゃあ両替ですな。おHP こんなにいらんけんな、本当のところ言えたら。これでいざって時にこれ打てるわけですよ。強い強いスペシャルアタック。もうぶっちゃけすぐに使ってもいいんやけどね。使っちゃおうか、一気にかぐや姫突き落としてやろうか。これってね、 MP を全て消費する代わりにね、攻撃力は持ってる MP かける2なんすよ。つまりね、俺30あるけんね、これ使ったらね、攻撃力60のスペシャルアタックっすよ。いけかぐや姫くらえ、防げるかな。イエース、大ダメージ与えたが、これが跳ね返ってきた。あんうんって読むかね、これ。正直よく分かってないんだよね。確かこれがついたら何だったかなぁ。何パーセントで当たる的なのがあるんですよ、神器に。それが 100% になるっていう。相手の攻撃がね、何パーセントでも、何パーセントの攻撃でも 100% 当たるようになってしまうっていう恐ろしいやつですよ。防ぎようがないよね。まあそれでも、かぐや姫の HP をバンバン下げてしまったぜ、俺は。かぐや姫に容赦ないだろ。姫と言うても、俺はそういうこだわらないタイプなんだ。だから姫、これで朽ち果てろ。レインボーブレード。おお、まだ耐えてくるんや、姫。しぶといな。おお、一寸法師ナイスや、お前。大木やって。いいよ、いいよ。一寸法師ナイスよ。姫にも容赦ないんやな。いいよ、そういう精神。俺好きよ。とはいえ、俺 MP 全部潰してしまったもんな、今ので。せいで一寸法師と戦わないかんわけですよ。ちょっと大変。これあったな。これを使えば、この、アウンって読むか知らんけど、まあ、消えるわけです。よし。不安要素潰したぞ。おい、どんなのパチンコとか売ってきよったよ、一寸法師がそんなの使うもんなのか。てかもうなんかパチンコよぞ。一文字取ったらやばいやつになるんぞ。それに大人のってつけるんぞ。いやらしいことしか考えてないな、この作者、このゲームの作者よ。やめてよね。スリッパ消費するために使っておくんと、このちゃんと守るやつもね。これでオッケー。綺麗に防ぎ切る。え？神器吹き飛ばすとかやめてな、いらんもん吹き飛ばして。そこそこいいやつで、そこそこってか、すごいいいやつでないか。俺の持ってる神器の中で、攻撃力一番高いやつだった。お前、そういうやつだ、この死神の鎌でやっつけてやるぞ。これ通ったらお前死ぬぞ。あ、普通に防がれとるわ。普通に防がれとったね。さて、どうしようかな。MP もらおうか。MP 増やしとこう。この後なんか、いいもん来たらいいのに。いいもんって言ったら、具体的に何かは知らん。おう、そこそこいいもん売ってくるんやけど、俺金ないんや、お前。何お前金ない時にそんなん譲ってきとん。イエス！今お金足らんかったでしょ。お金足らんかったけんね。MP から支払われるんですよ、代わりに。でも MP も合わせてもう20足らんかったんで、HP から10払われて、15-5で20払わされたんですよ。ああ、もう一寸法師えげつないな。お金持てないもんから、人間からこんなん、強制的に買わせるって何よ、お前。それでも一寸法師か。一寸法師のイメージ壊れたわ、お前。やめろや、そういうん。とりあえず MP 増やしとこう。ああ、大木とかえげつないもん。
えげつないもん使っていきやがって。防御できん。あ、できる。使ってこう。4ダメージでもきついぞ、この状況になってきたら。やばいぞ、やばいぞ。どうしようかな。どうしようかな。精霊の杖、いけ。それ俺。いつも帽子、くれ、オーケー。精霊の杖、ああ。そんなにダメージ当たってない。あー、お前まだそれ使ってくる。ちょっとやめてーな、そればっか。MP あるからって、そういう乱用いかんよ、お前。やめてーな、防ぎきれんやろうが。やばいぞ、だいぶ、毎ターン使ってくるんじゃん、これ。そういうあかんよ、そういうあかんって。HP 増やしとくな、あれ毎ターン打ってくるんだろ ?MP めっちゃあるもん、こいつ。俺のターン、続けて俺のターン。どうにかして対抗しなあかんで。エネルギーウィップ。うん、綺麗に、また防いでくれな。あー、またお前、それか、もう。やめろや、やめてよ、そんなに。やめろや、お前。えげつないやろ。通れ。通してくれませんよね。まあ、だいたいわかっとるよ。あー、お、別のやつ使ってきた。HP 回復しよう。何お前、堅実なことしちゃうな。普通にこついでいったら十分いけそうな気がするよ、お前、俺は。俺はやけど。どうしようかな、なんか買うか。ただあ、そうか、神器もう一つ選ばないかのか。そこそこ高いもんはいいもんばっ。あ、これいいかもしれん。これでいこう。10円いただきまーす。これで両替でちょっと回復できるようになるんよな、 HP。 おー、俺もこれ出てきたけど、ちょっと厳しいな。 MP 消費するよもんな、これ。使いたいなぁ、使いたいけど使えないなぁ、やな。了解。狙ってみるか、こいつでの逆転アタック。やめとこう。行くぜー、スペシャルアタック。半月刀に再起火毒で攻撃力を高める。あ、そんなにダメージ食らわない。くそ、こいつ硬い。おお前、さっきの MP 使うやつどうしたんな、どうしたんな、おい、使ってごらんなんか、うん、いけるんか、そんなんで。俺が危ない。俺が危ない、実は言うたら俺が危ない。なんかいいもん引こう、いいもん引こう。なんこれ。おお、そこそこ攻撃高いし、防御も使えるし、買う。何を買うって言うんだい。あー、そこそこいい防御アイテム、防御の陣に取られた。結構いいやつぞ、それ。何と言おう、お前。やめてよね。とりあえず、いいもんが来るまで耐えるしかないだろ、これ。そうやね。MP あるし、せっかく使ったるわ、お前。お前がやってきたらやり返してやる。何お前そんなん持っとんなだ。ちょっと待ってな。やめてだ、お前。一寸帽子、よいどり緑やろ。攻撃も防御もよいどり緑やろうが。やめろ、お前。やばい。あー、お前何お前回復しとんだ。MP 消費せずに何回復しとんだ、お前。そういうあかんよ。熱病とか一番あかんやつじゃん、これ、タイミング的に。熱病ってみんなあ、いければこれ。いけたわ、これあったわ、よかった。ナイスタイミング。ざま、お前だけや熱病あるんわ。やった。熱病ってのは毎ターン2ダメージくらいずつ食らうんですよ。やけんこれ、HP 9の俺には絶望的なもんなんですけどな、よかった。でも、こいつ食らったんはいいけど、HP 回復できますからね。この、熱病ってをこじらせて、悪化したら、時刻病って言ったら、ダメージが2から5になるんですよ。それを待とう。それを待って、まあ、とにかく待たな。待って、なんか状況を逆転するぐらいまで追い込んでやらないかん。だから HP 回復ですな。あと、こいつ使いたいな。一つだけこっちに食い分けとこう。劇的ビフォーアフターHP めっちゃ回復。両替はだから、あー、お前も持っとんかい。お前も持っとんか。お前何でも持っとんちゃうんか。多分これやったって通らんだろうなって思う。ほら、もうワンダーボディやって一つで止められたわ。あかんやろ、お前。あー、ソードシールド温存しとこう。パワーハルベルト。いけ。通らんだろうな。あ、1ダメージ通った。余裕やの、お前。全部防ごうとは思わんのやな、さすがに。売る。いらんやろ、お前。そんなもん売りつけられても、金取りに来た。しかもこれ見てみた。15円のものを、俺2円しか持ってないし、MP3 やしやけん。こう5しか足らんで。
HP10 取られるわだ。取られるわだって、食らうわだ、うん。いや、やばいで、MP お金なしで HP18 しかない。あ、MP 回復は一応あったわ。MP 回復だってしょうがないんだよ。やべえよ。くそ。あ、こいつは使えるんか、一応。使えるけど、ちょっと、それだけじゃちょっと心細いな。やばいな。幸い、一つだけ消せるようにしとこう。とりあえずこいつ捨てる、一つだけ。一応一つ温存ね。あー、お前 MP とか、めっちゃお金とか持ってないけん、もうそれ以上増やす必要ないやろ、やめろ、お前。俺がかわいそうだと思わんのか。食らっとけ。あ、あれ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 お、え、あれ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 ちょっと待て、お前。え、なんだった今。ええ、ちょっと。それ、通ったら俺の勝ちでいいんかな。ああ、俺死んだ、俺も死んだ、俺も死んだ。なにこれ、なこれ。みんないなくなった。え、そんなんあるん、ちょっと待って。ちょっと、俺の勝ちでいいやん。さっきに死んだ向こうやろ、お前。ちょっと待って。いろいろ突っ込みどころ出てきたんやけど。まずさ、ちょっとこう、通らんだろうなって思った、メイケ属性、攻撃力5のやつを思う、一寸帽子が通らんかったんよ。と、ちゃんと、なんか通ったんよ。ダメージ2ぐらい食らって、一寸帽子、焦点したよ。焦点したけど、なんか反撃のやつで、カウンターのやつで30ダメージ食らって俺死んだよ。そうしたら、俺が後で死んだと思、死んだけん俺の勝ちかなと思ったら、みんないなくなったって出てきて引き分けやって。え、そんな勝負のつき方あるんこのゲーム。このゲーム結構何回かやってたけど、こんな決着、そうないんちゃうん。嘘、すげえ。こんな珍事に巡り合えたぞ、俺。すごいな、俺と一寸帽子。あれだけ窮地に立たされた俺が引き分けに持ち込めたって考えれば、ちょっと俺が強そうに思えるような。そういうことにしといてください、皆さん。はい。こんなちょっと、もしかしたらゴッドフィードめっちゃやいよる人でも、なかなかもう目にかからん、もしかしたら見たことないっていうようなことになってしまいましたよ。やっべえな、それ。こういう決着の付け方あるんじゃ。やばいな、伝説じゃないか。まさしく神同士との戦いじゃないか。俺と一寸法師、神に選ばれた人間ちゃうん。すごいな。とか言いながら。はい。じゃあ今回はこの辺で。やばいね。この実況動画伝説じゃね。引き分けで終わるとか伝説じゃね。すごいだろ。これが俺さ。神の称号を持ってもいいんじゃないかな。うん。自画自賛しとくね。最後の最後で。じゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。See you again.